突然ですが、皆さんはリアルフォースというキーボードをご存知でしょうか？リアルフォースとはフェザータッチと評されるような独特でかつ極上の打鍵感を味わうことのできる静電容量無接点方式スイッチというものが搭載されているキーボードのことであり、僕自身がこうしてガジェット動画投稿マンとして生活するようになったのも、実はリアルフォースというキーボードを手に入れて、そのあまりの感動を誰かに伝えたいと思ったことがきっかけだったりします。そんなリアルフォースというキーボードは基本的にはゴリゴリとPC 作業する人間の頼もしい相棒のような存在として長くキーボード界に君臨しているアイテムだったりするのですが、だいたい1年ほど前にリアルフォースの新モデルとして GX1 というウルトラゲームシーン向けキーボードが登場しました。もしかしたら今この動画を見ている皆さんにとっても記憶に新しいアイテムかもしれませんね。そして今回そんな GX1 というキーボードをトープレさんからご提供いただくことができまして、実際に使用してみたわけなんですが、正直こちらのキーボードをゲーミングキーボードとしてだけ使うというのはもったいない。なぜならこちらのリアルフォース GX1 はこれまでに存在した静電容量無接点方式キーボードたちと比較しても類を見ないほどに機能が充実していて、しかも扱いやすい、まさに静電容量無接点方式キーボードデビューに最適な1台に仕上がっていたからです。というわけで今回はそもそもこちらのリアルフォース GX1 というキーボードは一体何なのか、そしてなぜ僕はこのキーボードを静電容量無接点方式キーボードデビューにおすすめしたいのか、じっくりとお話ししていきます。というわけで改めまして今回紹介するのはこちらリアルフォース GX1。 早速開封、箱を開けるとご案内といろんな言語の説明書、そして本体、実にシンプルな内容物。それでは無事取り出せたところで本体をじっくりと見ていきましょう。こちらのキーボードは見ていただいている通りテンキーレスサイズと呼ばれるタイプのアイテムになっていて、フルサイズキーボードの右端についているテンキー部分をごっそりと削り取ったような形状をしています。ビジュアルについては黒いボディに黒いキーキャップというすごく硬派なゲーミングキーボードという感じがしますね。ちなみに本体ボディはスチールフレームで、表面はザラッとした質感です。キーボード裏面にはチルトスタンドが存在しており、キーボードに傾斜をつけて使用することができます。ちなみにケーブルについては着脱できないタイプの USB ケーブルです。良くも悪くもリアルフォースらしい有線キーボードという感じがします。さてそんなリアルフォース GX1、 もちろん性能面については後ほどがっつりと見ていきたいところなんですが、これまでのリアルフォースとは一体どこが違うのか、サグッとご紹介していきたいと思います。一応現在リアルフォースキーボードにはどんなモデルがあるのか軽くお話ししておくと、まずは丸っこいボディの R3 モデル、そして角張ったボディの R3S モデル、そして今回ご紹介している GX1 という3種類です。本当はもう少しいろいろな違いがあったり、同じモデルの中でも様々な種類があったりするんですが、そのあたりについては以前リアルフォースシリーズのラインナップを細かく解説した動画を投稿しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧になってみてください。というわけでこれまでのリアルフォースとの違い、まずはキーボードのサイズ展開。従来のリアルフォースであればテンキーレスサイズとフルサイズという2種類のラインナップが存在しているんですが、こちらの GX1 に関してはテンキーレスサイズのみのラインナップとなっています。まあ右手でマウス操作をするゲーミングシーンを想定したアイテムですから、キーボードの横幅が長くなってしまうテンキー付きモデルだとそこまで恩恵が感じられないですからね。ちなみにカラーについてもこちらの硬派なブラックモデル1種類のラインナップになっています。個人的には R3 とか R3S モデルに存在しているスーパーホワイトみたいなカラーがあったら結構テンション上がっちゃうんですけどね。逆に自分で選ぶことのできる部分というのは配列とキーの重さ、配列については日本語配列と英語配列の2種類、そしてキーの重さについては 30g モデルと 45g モデルの、これまた2パターンから選択することができます。ちなみに僕が今回ご提供いただいたのは英語配列 30g モデルの GX1 ということになります。ここで少しだけ細かいお話をしておくと、実は R3 モデルや R3S モデルについてはキーの重さだけではなく通常スイッチと静音スイッチというスイッチの種類についても選択することができるんですが、こちらの GX1 については静音スイッチモデルのみのラインナップとなっています。個人的には通常スイッチの方が好きだったりするんですが、現行の R3S モデルについてもラインナップとしてはほとんど静音スイッチが採用されているものだったりするので、通常スイッチは駆逐されていく運命なのかもしれないですね。さて他の違いとしてはこちらの GX1 にはフローティングデザインというものが採用されています。例えば僕が愛用しているこちら
らのリアルフォース、正式名称は R2TL-US3BK という R2 モデル。現在発売されている R3S モデルの中身だけ古いキーボードみたいな存在なんですが、こちらのキーボードについては横から見るとスイッチの軸部分がキーボード本体のケースで隠れるようなビジュアルをしています。それに対してこちらの GX1 を横から見てみるとスイッチががっつりと見えているようなビジュアルになっているわけです。要はキーキャップが浮いて見えるデザインってことですね。どちらのビジュアルの方がいいのかというのは完全に好みのお話ではあるんですが、リアルフォースを含め最近販売されているお高めキーボードについてはもっぱら横から見た時にスイッチ部分が完全に隠れるようなビジュアルをしています。こっちの方がなんとなく上品さがありますからね。とはいえフローティングデザインについても単に武骨なビジュアルをしているというだけではなくて、シンプルな話キーボード本体の板部分が露出している状態なので、キーボードにホコリが溜まってきた時にわざわざキーキャップを外さなくとも横からエアダスターを吹きかけるだけで簡単にお掃除できます。機能性で言えば断然こっちの方が優れているわけですね。それからこちらの GX1 の違いとしてはライティングが搭載されている部分です。リアルフォースといえば最高の仕事道具というスローガン的なものがあるほどに、主にオフィスなどの落ち着いた空間で使用されるアイテムなので、現在販売されている R3 モデルも R3S モデルもライティングなんていうド派手な機能は備わっていないんですが、こちらの GX1 についてはゲーミングキーボードですから、もちろんライティングが存在しているわけです。当然キーボードを光らせて楽しめるというメリットはあるんですが、それだけではなく、これまでのリアルフォースキーボード、特に黒いモデルの場合、キーキャップのインジの色も黒くて、結局何のキーなのかがパッと見でわからないという問題が発生していたので、ライティングによってはっきりとキーのインジを確認できるというのは案外ありがたい部分かもしれません。ということでここまでこちらのリアルフォース GX1 というキーボードの本体を舐め回すように見てきたわけなんですが、やはり従来のリアルフォースキーボードとの一番の違いはゲーミングキーボードという部分なわけです。ではこちらのリアルフォース GX1 をゲーミングキーボードたらしめている部分は一体どこなんだという話なんですが、そこをお話しするためにはそもそもリアルフォースというキーボードは一体何だったのかというところからお話ししなければなりません。というわけで、そもそもリアルフォースというキーボードは一体何なのかといえば、冒頭でもお話しした通り静電容量無接点方式スイッチというものが搭載されているキーボードのことです。スコスコと形容されるような一押しするたびに絶妙な摩擦感を伴ってキーをそこまで押し込むことのできる心地よい打鍵感、そんなものを楽しむことができるのがこの静電容量無接点方式スイッチが搭載されているリアルフォースというものなわけです。もちろん僕自身もリアルフォースというキーボードを手にして、そんな独特かつ絶妙な打鍵感に魅せられてしまい、いつの間にかいろんなキーボードを入手しては動画を作ることになってしまった、もはや被害者みたいな人間ですよ。ただ実は静電容量無接点方式スイッチには優れた打鍵感の他にもメリットが存在していて、それが耐久性。静電容量無接点方式スイッチの内部には物理的な接点というものが存在していません。つまりスイッチを押し込むたびに内部でパーツがパチパチとぶつかっているわけではないので、圧倒的にスイッチ本体への負担というのが小さくなるんですね。なので他のスイッチたちに比べて静電容量無接点方式スイッチというものは耐久性が爆上がりするわけです。あれ？物理的な接点がないと鋭い皆さんであれば何か引っかかる部分があったかもしれません。実は僕2週間前くらいにもゲーミングキーボードというものを動画でご紹介したんですが、こちらに搭載されていたのは磁気式キースイッチというもので、メカニカルスイッチとは違い物理的な接点が存在していないので、キーを押し込む下方向への動きを検知したらオン、キーを押し戻す上方向への動きを検知したらオフという感じで、オンにする速度とオフにする速度の両方を最速にすることができるという機能が搭載されていたんですよね。それがラピッドトリガーと呼ばれるものでした。さて話は戻ってきて、こちらのリアルフォース GX1 静電容量無接点方式スイッチが搭載されているキーボードで、物理的な接点は存在していないんです。もうお分かりですね。こちらのリアルフォース GX1 というキーボードにはダイナミックモードというとんでもない機能が存在しているわけです。ということでこの段階で全てを察していただいた方も少なくないのではないかと思うんですが、一応このダイナミックモードという機能は一体何なのか詳しくご説明したいと思います。なのでもし2週間くらい前に投稿したこちらの動画をもう見てくださっているという方はほぼ同じようなお話をこれからするので、途中で飽きてきたら迷わずチャプター機能とかで次のパートに進んでいただければと思います。さてそもそもこちらのリアルフォース GX1 というキーボードに搭載されている静電容量無接点方式スイッチというものには、いわゆるメカニカルスイッチのようなオンオフをする物理的な接点というものが存在していません。つまりどこまで押し込んだら反応するのか、どれくらいキーを戻したら反応しなくなるのかというものについてはユーザーである我々がソフトウェアを使って自由に設定することができます。具体的に言えばアクチュエーションポイント
というもの。アクチュエーションポイントとはキーをどのくらい深くまで押し込んだ時にキーが入力されるのかということを表した数値です。例えばアクチュエーションポイントが 2.0mm のスイッチであればキーを 2.0mm 押し込んだ段階でキーが入力され、アクチュエーションポイントが 1.2mm のスイッチであればキーを 1.2mm 押し込んだ段階でキーが入力されます。そして当然メカニカルスイッチの場合にはこのアクチュエーションポイントと呼ばれる箇所に物理的な接点が存在しているため、この深さを後で変えるなんていうことはできません。しかしながら静電容量無接点方式スイッチであればそんな物理的な接点が存在していないので、このアクチュエーションポイントというものを自分好みの位置に設定することができてしまうのです。それこそ FPS などの PC ゲームにおいては自分の動作が対戦相手よりも速ければそれだけで有利になりますから、アクチュエーションポイントを浅くしてキーの入力速度をより速くすることができるという部分には大きな価値があるわけです。そして本題のダイナミックモード、これは一体何なのかというお話なんですが、ものすごく簡単に説明するならばキーを戻し始めた瞬間にオフにできる機能。先ほどお話しした通りキーボードのスイッチにはアクチュエーションポイントというキーをどこまで押し込めば入力されるのかという部分が存在していて、このポイントよりも深くキーを押し込むことができれば A とか B といったキー入力が PC 上に反映されるわけです。それと同様にキーを入力していない状態オフに戻すためにはこのアクチュエーションポイントよりも浅い位置までキーを戻す必要があります。つまりこれまでのキー入力であれば、例えばアクチュエーションポイントが 1.0mm だったところを 0.1mm に変更すればそれだけ浅い位置で反応するようになるのでキーの入力速度を速くすることができました。しかしながら当然キー入力をオフにするためにはこの 0.1mm の位置にまでキーを戻す必要があるので、キーを入力しないという状態にするためにはアクチュエーションポイントが 1.0mm だった時よりも時間がかかってしまうわけです。そこで登場するのがダイナミックモード。静電容量無接点方式スイッチには物理的な接点が存在していないので、キーを押し込む動作下向きの移動を検知したらオン、キーを戻す動作上向きの移動を検知したらオフという感じで、アクチュエーションポイントを超えたか超えなかったかに関係なくキーをオンにしたりオフにしたりすることができるようになるのです。シンプルな話、オンにするときもオフにするときも爆速で操作が行えるようになるということなんですね。ちなみにこちらのダイナミックモード、僕も実際にゲームで使用してみたんですが、体感できるレベルでキビキビとキレのある操作が行える感覚を得ることができました。それこそ FPS などの対人戦でかつ素早いキー入力が求められるゲームであればより一層の効力を発揮してくれることを受け合いです。ただしこれは以前の動画でもお話しした通り、正直な話をすれば同じ FPS というジャンルのゲームであったとしてもこのダイナミックモードを使用することによって有利になるゲームとそうでもないゲームというものは存在しています。具体的に言えばバロラントというゲーム、またしても4年前に僕がプレイしていた時の太古の映像とともにお話しするんですが、こちらのゲームにはストッピングという概念が存在していて、一切移動をしていない直立不動の状態であれば発射した弾はまっすぐ飛んでいくんですが、少しでも移動している状態で発射してしまうとありえない方向に弾が向かっていき、一切標的に命中させることはできません。なので目標を見つけた際にはどれだけ早く移動キーから手を離して弾を発射することができるかというのが勝敗に直結してくるわけです。そんなストッピングという概念が存在しているゲームであれば、ダイナミックモードを使用することによって直前まで移動キーを入力していた場面でも最速でキーをオフにすることができるわけですから、圧倒的に有利なプレイングが行えます。それに対して Apex Legends というゲーム、こちらは現在も僕が惰性でやり続けている FPS ゲームなので最新アップデが適用された新鮮な映像とともにお話しすることができるんですが、こちらのゲームにおいてはストッピングなどという概念はなくて、移動キーを入力していようが直立している状態であろうが発射した弾はまっすぐ飛んでいきます。なので確かにダイナミックモードを使用することによってよりキビキビした気持ちの良いキャラコンみたいなものは行うことができますが、勝敗に直結するほど有利なプレイングが行えるわけではないかなという感じがします。まあ正直僕はゲームのプロでもなければ、いつもゲーミングデバイスを紹介している類の人間でもないので、そのあたりの詳しい解説についてはぜひ他の方の動画に譲りたいなと思います。というわけでここまでこちらのリアルフォース GX1 というキーボードがゲームシーン向けたる理由についてお話ししてきたわけなんですが、正直僕はこちらの GX1 というキーボードを単なるゲーミングキーボードとして見てしまうのはものすごくもったいないのではないかと思っています。冒頭でも言いましたが、僕はむしろこちらの GX1 というキーボードを静電容量無接点方式キーボードデビューに最適な1台として全人類に使ってみてほしいと思うわけです。というわけでここからはいよいよ本題、一体なぜこちらのリアル
Force GX1 というキーボードは静電容量無接点方式キーボードデビューに最適なのか、これまでに存在していたリアルフォースキーボードとは一体どこが違うのか、実際に使用してみて考える3つの理由というものをご紹介したいと思います。理由丸1、キーキャップ交換ができる。個人的にはここが一番の理由というか魅力に感じられる部分だと思うんですが、こちらの GX1 についてはなんと自由自在にキーキャップ交換を行うことができるんです。キーキャップというのはキーボードに装着されている文字が印字されているパーツです。ただ正確にお伝えするのならば、こちらの GX1 に限らず通常モデルとして販売されている R3 や R3S というモデルでもできないわけではありません。実際リアルフォースの公式ページにはこんな感じでカラーキーキャップセットというアイテムが存在していて、キーキャップ交換を行うことは可能でした。では一体何が違うのかというと、こちらの GX1 についてはチェリー MX 軸になっているんです。キーキャップというアイテムには規格というものが存在しており、これまでのリアルフォースキーボードに関してはいわゆるトープレ軸というものが採用されていました。キーキャップの裏側に I のような形をしたくぼみが開いているタイプのものですね。しかしながらこのトープレ軸というものはその名前からもわかる通りトープレ製のスイッチにのみ採用されている規格であり、実はものすごくシェアが低い規格なんですね。それこそリアルフォースシリーズ純正キーキャップか、あるいは同じくトープレ製のスイッチが採用されている HHKB シリーズ専用キーキャップくらいしか交換用キーキャップの選択肢は存在していないわけです。では世の中に出回っているキーキャップ、例えば今某大手通販サイトの中でキーキャップと検索したらヒットするようなアイテムに採用されている規格は一体何なのかといえば、それこそがチェリー MX 軸というものです。基本的にはメカニカルキーボードというアイテムに採用されている規格で、キーキャップの裏側には十字のようなくぼみが存在しているタイプのものです。そして今回ご紹介しているこちらの GX1 というキーボードに装着されているキーキャップの裏側を見てみると、なんと十字のくぼみが開いている。つまりこちらの GX1 はトープレ製のスイッチが採用されている静電容量無接点方式キーボードであるにもかかわらず、現在非常にシェアの高いチェリー MX 軸のキーキャップを装着することができてしまうのです。これは革命ですよ。それこそこちらの GX1 のキーキャップは黒一色というかなりシンプルというか硬派なビジュアルをしているわけですから、例えばここに真っ白なキーキャップを装着してガラッと雰囲気を変えてみたり、手元にあるキーボードに装着されているキーキャップをそのまま移植してちょっとおしゃれな雰囲気を演出してみたりと、キーボードの楽しい部分を存分に味わうことができるわけです。僕もなんだかんだ長いことキーボード沼ズブズブ人間としていろんなキーボードを試したりカスタムしたりして楽しんでいるわけなんですが、キーボードをより楽しむ方法としてキーキャップを交換するという行為は実は結構大きな割合を占めているわけですよ。それこそ少し前に僕がメカニカルキーボードのキーキャップを交換するだけの動画みたいなのも投稿したんですが、キーキャップを交換するだけでも本体のイメージをガラッと変えてまるで新しいキーボードに交換したかのような新鮮な気持ちにもなれますし、同時に自分だけのカスタムという感じで愛着もググッと増しますからね。ぜひこれから静電容量無接点方式キーボードデビューをするという方にはこちらの GX1 を選んでいただき、最高の打鍵感だけではなくキーキャップ交換まで楽しみ尽くしてほしいなと思っています。理由丸2、キーマッピング機能の充実度。やはり高級キーボードを使用する醍醐味として自由自在にキーマッピングを行えるという部分があると思います。そしてこれは今回実際に僕がこちらのキーボードを使用するまであまり知らなかったことでもあるんですが、実は現在販売されているリアルフォースキーボードについてはかなり自由にキーマッピングを変更して自分だけの最強のキーマッピングみたいなものを生み出すことができます。そしてさらにこちらの GX1 については従来のシリーズである R3 や R3S モデルにさらに機能を追加したという感じで、かなり充実した機能が搭載されているアイテムになっているんです。ということでこちらの GX1 では一体どんな設定ができるのか、リアルフォースコネクトというソフトウェアを立ち上げつつ見てみましょう。まずは基本的なキー割り当て変更機能。ソフトウェア上に現在割り当てられているキーが表示されているので、好きなキーに対して下の機能一覧から割り当てたいものをドラッグ&ドロップしてキーマップを変更することができます。僕の場合英語配列のリアルフォースを使用しているんですが、やはり変換無変換キーは欲しいというところで、スペースキーの右側に無変換キーと変換キーを並べて右手人差し指中指で入力できるようにしています。それからちょっとしたキーの組み合わせ、それこそコントロールプラス C とかコントロールプラス V とか、そんなショートカットキーを割り当てたいということもあると思いますが、そんな時は機能キーという項目内にあるショートカットの1から10という枠を使って簡単に割り当てることができます。そして気になるレイヤーのお話、当然いろんなキーを割り当てることができます。
ができるので、その分だけ新しいページというものが欲しくなると思うんですが、レイヤーについてはソフトウェアにノーマルと FN プラスという項目があり、ここを押すことでレイヤーを切り替えることができます。要するに通常レイヤーと FN キーを入力しながら使用するレイヤーの2階建てということになります。2階建てじゃ足りないよと思った、普段はゴリゴリに4レイヤーくらい活用して生活している画面の前のキーボード沼ズブズブ人間のあなた、ご安心ください。実はもう一つレイヤーを切り替える方法がありまして、それがキーマップ入れ替えと書いてあるこの部分。なんと A プロファイルと B プロファイルという2パターンを登録しておくことが可能であり、この AB は機能キーという枠にある AB チェンジというキーを割り当てて、ここを一度押し上げるだけで瞬時に切り替わってくれます。なのでいわゆる VIA というようなソフトウェアと比べるとちょっと階層設定に癖はありますが、実質4レイヤー構造を意識しつつキーマッピングを行うことができます。嬉しいね。そしてここが GX1 にしか存在していない機能、その名もマクロ機能。これは複数のキーを順番に入力するパターンみたいなものを登録しておくと、ボタン一つで瞬時に発動させることができるようになるという機能です。地味に結構便利だったりするんですよね。これが僕が実際にマクロ機能をどう活用しているかというと、絵文字入力、つまりマクロ機能を使ってキーボードの中に絵文字キーというものを爆誕させてしまおうという発想です。やり方はとてもシンプルというか強引なんですが、まず PC のユーザー辞書に入力したい絵文字をいくつか登録しておきます。そうしたらあとはマクロ機能を使って絵文字の名前を入力して変換確定するまでのキーを一気に割り当てるだけ。こうすればあとはこのキーを一度押してあげるだけで爆速で絵文字を入力してくれるようになるんです。なおマクロとして登録できるのは8個までではあるんですが、自分がよく使う絵文字って大体ここくらいだと思うので案外足ります。あとこれはキーマッピングではありませんが、現在販売されているリアルフォースキーボードについてはキーのアクチュエーションポイントというものを変更することができます。先ほどご紹介した通りリアルフォースに採用されている静電容量無接点方式スイッチには物理的な接点が存在していないので、どこまで押し込んだらキーが入力されるのかというアクチュエーションポイントをソフトウェアで自由に変更することができるわけですね。もちろんゲームをする際にはアクチュエーションポイントを極限まで短くして、かつダイナミックモードをオンにして使用することになると思うんですが、当然それ以外の普段使い場面もあることでしょう。そういう時にはアクチュエーションポイントをマックスまで深く、こちらのキーボードであれば 3.0mm の位置に設定して使用するのがおすすめです。それこそゴリゴリと PC で文字入力を行う際などにキー入力をしていてうっかり隣のキーに触れてしまうみたいな瞬間って多々あると思うんですが、そんな時アクチュエーションポイントをできる限り深い位置に設定しておけば、少しキーに指が触れてしまった程度ではキーが入力されることはなくなるので、隣のキーも一瞬入力されちゃって変な感じになるみたいな文字入力中の煩わしさがかなり減ってくれます。特にリアルフォースはフェザータッチと言われるくらいにスイッチの重さがかなり軽いです。僕が今回使用している GX1 についてはキー荷重が 30g と、この世に存在しているキーボードダッシュと比べてもダントツで軽いくらいにすぐ入力されてしまうので、むしろ文字入力をする際にアクチュエーションポイントをマックスまで深くするくらいがちょうどいいかもしれません。ちなみにソフトウェアではライティング設定もできます。まあライティングが搭載されているモデルは GX1 だけなので、ある意味唯一の機能ではあります。さすがゲーミングキーボードというだけあって、意外とお目にかかれないキーボード全体のライティングのカラーが同時にゆっくりと変わっていく、僕が結構好きなタイプのパターンが存在していて割と嬉しいです。あとは入力した部分が白に変わるというちょっとおしゃれエフェクトもあったりします。リュウマルさん、一台で完結する万能感。こちらのリアルフォース GX1 というキーボードはゲーミングキーボードという立ち位置に存在しているアイテムです。リアルフォースの公式サイトを見てみると、プレミアムの R3、 スタンダードな R3S、 ゲーミングの GX1 と表記されています。ただ搭載されているのは静電容量無接点方式スイッチですから、普段は極上の打鍵感を楽しむことができるわけです。この万能感、ゲームもゲーム以外も最高の機能、そして打鍵感で味わい尽くすことができてしまう、これこそがこちらの GX1 のとにかく魅力的な部分だと思います。打鍵感の詳しい部分についてはこの後打鍵音とともにお伝えしたいと思うんですが、文字入力については言わずもがなあのリアルフォースそのまんまという感じなので、もちろん心地よく無限にタイピングを行うことができるんですが、実はゲームをする場面でも静電容量無接点方式スイッチってかなり快適なんですよね。特に今回僕が使用している GX1 について
についてはスイッチの重さが 30g となっていてものすごく軽いです。もはやキーを押そうと思って指をキーキャップの上に乗せたらその勢いでそのままスイッチが下へストンと落ちてしまうのではないかというくらいに軽いので、キー入力をする際にはほぼほぼ指の力は必要ありません。するとゲームをしている場面で例えば移動キーをしばらく押しっぱなしにしているみたいな状態になった時、他のキーボードよりも押しっぱなしにしておくための指の力というものをより少なく保っておくことができるのでかなり疲れにくくなり、長時間のゲームでも指が痛くなるみたいなことってほぼなくなるんですよね。今でも僕がゲーミング PC を購入してすぐの頃ゲームをしていた時のことを思い出すんですが、当時の僕はまだキーボード沼ズブズブ人間ではなかったので、それこそ適当な1000円くらいの安いメンブレンキーボードとか3000円くらいの安いメカニカルキーボードを使用していたんですが、あの頃は1時間くらいゲームをしたらもう左手の中指とか人差し指あたりが痛くなるのでちょっと休憩とかしてましたからね。今となっては全く考えられないですね。少なくともこの GX1 を使ってがっつりゲームをした際に指が痛くなるようなことはまずありませんでした。それでは最後にこちらのリアルフォース GX1 の打鍵感についてお話ししていきましょう。まずはこちらのキーボードの打鍵をじっくりとお聞きいただきましょう。というわけでいかがだったでしょうか。こちらのキーボードには静電容量無接点方式スイッチと呼ばれるものが搭載されており、スコスコというような独特な摩擦感を感じることのできるキーボードになっています。特にこちらの GX1 には通常スイッチではなく静音スイッチが採用されているので、それこそ僕が持っている通常スイッチバージョンのリアルフォースと比較するとより擦れる感触を強く感じられます。実際この摩擦感が静電容量無接点方式キーボードの気持ちいい部分だったりするので、スコスコ感マシマシキーボードという感じでかなり癖になります。一度触ったら指がその感触を忘れられなくてそのうち買っちゃうやつです。そんな静音スイッチが搭載されているため、もちろん通常スイッチバージョンと比べると打鍵音は控えめになります。とはいえそこまでがっつりと静かになっているというよりかはスイッチが反発する時の高めの音を吸収してくれているというくらいで、この世に存在しているキーボード全体の中で言えばそこまで静かなキーボードという印象はないです。動画の原稿などをがっつりと書いていく際には結構な音が鳴っていたので、家族が寝静まっているような深夜の時間帯にテンションぶち上げでタイピングしまくっていたら多分怒られます。やはり昨今の高級メカニカルキーボードという感じのアイテムにはガスケットマウントなるキーボードを叩いた際の衝撃を内部で吸収してくれるクッションのような機能が標準搭載されていたりして、強めの衝撃音みたいなものを吸収してくれることが多いんですが、こちらの GX1 にはそういった機構は特に備わっておらず、一枚板の上にそのままスイッチが乗っかっているような構造なので、スイッチが動作する音
そのものは小さく抑えられても、指でキーボードを叩いた時に本体に伝わるドンドンという衝撃音を抑えることはできないので、どうしても音が大きくなってしまう瞬間があるんですよね。なのでもしも本気の静音性を追求したいのなら、むしろガスケットマウントが搭載されているメカニカルキーボードに静音タイプのキーキャップを装着して使用する方がいいのではないかという感じがします。要するに静音スイッチが搭載されているとはいえ、そこまで静かではないよというお話です。また今回僕が使用している GX1 のスイッチはキーの重さが 30g という大変軽い仕様のモデルになっています。ここまでキー荷重の軽いキーボードはもはやこのリアルフォースでしか味わえないと言っても過言ではないと思うんですが、僕はこのとんでもなく軽い打ち心地がすごく好きで、僕がすでに持っていた通常スイッチバージョンのリアルフォースについても 30g モデルのものを選択しています。やはりキーが軽いとそれだけ優しい力でタイピングが行えるので、長時間の文字入力でも全く指が疲れるなんていうことがなくなって、ものすごく快適なんですよね。ただこの 30g については結構好き嫌いが分かれるモデルで、軽すぎて使いづらいという声もかなりよく聞きます。僕の場合は握力が両手とも 20kg あるかないかくらいの貧弱おでての持ち主なので、このくらい大加圧の低いスイッチの方が手に優しいと感じるんですが、皆さんの握力とか指の力次第ではむしろオーソドックスな 45g モデルを選んであげた方がちょうどいいかもしれません。正直 45g という重さもキーボードとしては十分に軽い方のスイッチですからね。ということで、いずれにせよこちらのリアルフォース GX1 についてはゲーミング仕様のキーボードにはなっていましたが、十二分に静電容量無接点方式キーボードの美味しいところを堪能できるいい打鍵感を備えておりますので、これはぜひゲームシーンでも PC 作業シーンでもバリバリと使えそうですね。嬉しい。というわけで今回はゲーミングキーボードとして登場したリアルフォース GX1 は一体どんなキーボードなのか、そしてなぜこちらのキーボードが静電容量無接点方式キーボードデビューに最適なのかということについて長々とお話ししてまいりました。静電容量無接点方式キーボードらしいスコスコという摩擦感のある独特でかつ極上な打鍵感と、もはやデバイスを言い訳にできなくなるレベルでゲーミングキーボードとしてのトップクラスの性能という2つを両立している唯一無二のキーボードに仕上がっていると思います。僕自身いろんなキーボードを動画でご紹介してはいますけれども、なんだかんだ静電容量無接点方式キーボード大好きなので、これを機会に静電容量無接点方式キーボードってお仕事用って感じするから俺はいいかなと思っていた PC ゲームをしている皆さんにもぜひ触ってみていただいて、これからキーボード沼でズブズブしていく一助としていただけたら嬉しいなと思っています。もちろんすでにキーボードオタクの皆さんもこちらの GX1 で静電容量無接点方式キーボードデビューを果たしていただけるとかなり満足できると思いますので、まずは皆さんどこかの家電量販店なんかでお触りしてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。あとは動画の高評価とかコメントとか QTwitterX のフォローなどなどいろいろよろしくお願いいたします。それからこちらのチャンネルではこんな感じでキーボードに関する動画をたくさん投稿しておりますので、他のアイテムも気になるというそこのあなたはぜひチャンネル登録をして次回も見逃さないようにしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。